2000年の阪神タイガースでは、2000年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。2000年の阪神タイガースは、野村克也監督の2年目のシーズンである。2年連続再開からの脱却を図るべくいった主な補強は、当主はオリックスから FA 宣言した、星野信幸を、巨人へ移籍したダレル名の後釜として、ロベルト・ラミレズをベン・リベラに代わる、抑え候補として、 グレック・ハンセルを獲得。野手では、中軸候補として、トニー・タラスコ、ハワード・バトルを補強。また野村監督のヤクルト時代の教え子、広沢勝美や、監督の三男野村勝則が、巨人、ヤクルトからそれぞれ移籍し、三塁コーチに、西部から伊原春樹を招聘して阪神は、野村カラーに染まり出した。ホーム用防止の縦島が、野村監督の提案で廃止され、 この年からビジターと同じ黒帽子に変更された。開幕投手は星野。4番はバトルが調整遅れから2軍スタートとなり、前年まで1番から6番など打順が固定されなかった新城強史を抜擢した。4月中は広沢、大鵬、タラスコなど他の選手が4番を務めることもあったが5月中旬以降は4番新城に固定された。 チームは4月中旬に9連勝し、月間12勝10敗で勝ち越しのスタート。しかし、5月に入るとチームは、借金地獄に突入し巨人や中日の後人を、敗する苦しい展開が続いた。それでも7月を9勝10敗、8月を13勝14敗と、まずまずの成績を残し、再開脱出は目前だったが、終盤に入ると、 借金中で一気に最下位に転落。結局1998年から3年連続の最下位に終わった。投手陣では先発の柱として期待された。星野真はローテを守ったものの打線の援護がない上に、自身もセリーグの野球に対応しきれず、規定投球回数はクリアできず、成績不振に終わったが、川尻哲郎が10勝を挙げ抑さえ候補だったハンセルは、 先発の適性を見出され、チーム2位の7勝を挙げた。打撃陣では、新城、大鵬、タラスコが2桁本塁打を放って1992年のラッキーゾーン撤去後初めてリーグ本塁打数再開を脱したが、リーグ打率、リーグ安打数がダントツ再開で得点力不足に悩んだ。このため、シーズン途中に不調のバトルを解雇し、ジェイソン・ハートキー、 マイカ・フランクリンを補強している。またチーム失策数が101個と多く、守備が固いとも言えなかった。シーズン終了後、4番として自己最高の成績を残した新城は、ニューヨーク・メッツへ移籍し、チーム2位の本類打を放った、大宝や須ワは毎年度重なる、契約の不調の不満が爆発し、対談、チーム3位の本類打を記録したタラスコも、対談とチーム本類打。 上位3名が対談する前代未聞のことが起きた。伊原も野村監督と対立して1年で対談した。本節では前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談9月12日の甲子園の巨人戦中止は東海豪雨により、 巨人の一部の選手、首脳陣の到着ができなかったため、ありがとうございます。